お菓子の神様が祀られている伊万里市の神社で、菓子業界の繁栄を願う献花祭が昨日行われ、県内26の菓子店が自慢の菓子を奉納しました。お菓子の神様、田島守の御事が祀られている伊万里市立花町の中島神社は、伊万里神社の境内にあり、兵庫県の中島神社の分社の一つと言われています。田島守の御事はお菓子の元となった立花の実を日本に持ち帰り、伊万里の地に最初に植えたと言い伝えられています。毎年田島守の御事の命日である4月19日に伊万里菓子組合が献花祭を行っていました。今年は新型コロナの影響を受けた業界を元気にしようと、県菓子工業組合に参加を呼びかけ、県内26の菓子店が自慢の菓子を奉納しました。神社の方もなんかだんだんと崩れていくような感じで、お菓子の方も組合の方も崩れてくるんじゃなかろうかということも考えたりしよったですけど、にぎわかしてくれたらお菓子の神社もまた綺麗になってくるんじゃなかろうかと思います。